そんなのつゆ知らずなのか知ってんのか分かんねえけど負けは負けああ野球よく一式で50万で済めはいいけどなうん、はあ、バットも1本ずつ自分で買うんだから。 出てくんなよおめはよデブよ目立たなくていいよてめえはクソが何握手なんかしてんだよ調子こきやがってよ黙った帽子脱いで頭だけ下げればいいんだよクソはよなんだてめえよ かつくなやっぱトイン負けて正解こんなのよグラウンド出てるわけねえじゃんあの腹見てみろよおいああ遊んじゃってんだもんもう。 ベンツかなんか乗っちゃってよお前調子乗ってんじゃねえぞこの野郎おいまあな長いといえば池田のツタも長かったしあのー 上層のなんだっけな、何討ちだっけあれも長かったな私服を壊してるなんて許せねえよレイピアそんなもんだねうん <noise> うん <noise> だ逆に言えばよ山口のよこのよ 下関国際の監督なんて勝っちまったよって思ってると思うよああうん今インタビューされてるけどそれは光るものがあるよだって勝てると思ってなくて言ってんだろなあ もうこれ行くしかねえやって思ってるよ。あ。あ。何回の時の加賀に似てますね。あのキャッチャーやってた。 ドカメンと言われたやつうんまあどうでもいいんだけどね俺はあれや好きじゃないからうん大丈夫だよあんたんとこのあの選手は大したもんだようん諦めねえからそう思わねえみんな 相手が大阪桐蔭って言ったら最初に飲まれるのがほ,ほとんどだからなうん素晴らしいだからあれはバントは真ん中に投げてピッチャーに返させろっていう俺の指示通りだったろあのトリプルプレーはな 差の解説通りに流れはいくんだよ。さすがだろまあ無理してバントを避けさせぬなってやらせろってすんな緒に投げてちょんって上がったらいいんだよ。ああ見事じゃねえ。ほんでいいんだよ。 ちょっと監督うるってんな。佐野の野球解説どうですか。大会当たったろ今日な。 俺だからさ、いっつも野球見ながらさ一人でぶつくさらぶつくさら言ってんだよ。うん <noise>。逆になバントをあのねこれバッターの心理なんだけどバントをしようとしてるとあの必ず。 素直ななボーールは来ないと思っっててバッター待ってるわけそれが素直なのが来るとうってなるんだよだから結構ポップになるんだよ逆そうだからまっすぐの直球をど真ん中にドスンって投げてやれゃんそうそううんあの変にインコースとかアウトコースって 投げないでもう真ど真ん中ズドンっていいんだよだってどっちにしろ何球か投げる間にやられるんだからバントはうんだろうだからどうせやらせるんだったらどっちへ転がさせるかとか あのサードが前に来るのかファーストが来るのかむしろ自分が前に出るのかって考えながら自分が投げればいいだけうんで見事にまっすぐでチョーンって上がってきたから当たりだよあ、ね、れうんおお冷て ブロックするなよあのガ,ミあガスミっていうのは配信者なのお前なねなんかいっつもコラボ上がっていいかとかさ行きって言ってくるけどあげてやるよじゃあ焼き終わったからああ,あ,あちょっと待ってその前にお前がどの程度の配信者なのかをまずチェックさせてくれよ。 悪いなもういいやこっちは切り替えようあ,あ、リンリンタイムじゃねえよああクソ生意気なこと言ってるからなんだレベル2はいブロックでーすお前レベル2でよ俺んとこよコラボ上げさせろよとか言ってんじゃねえよクソがよなめてんのかお前 おい、子供の野郎クソガヤ死ねえやバカ野郎よお前のコメントなんかいらねえんだよ。何言ってんだこの野郎誰だと思ってんだこの野郎おい、確かにな俺の配信はな。 158とかで、な、クズ配信者かもしんねえけど、あんたあんま舐めねえでくれよな、俺のことな。あ冗談じゃねえぞ、この野郎。なんだよ、お前、レベルにってよ。上げてから来い、この野郎。少なくとも、マックスにしてから来て。 そしたら俺話してやるよ。せっせお茶とやありがとう。<laughs> 何の話すんのかそれさえも興味がない多分何の話もしないと思う。うん、こいつ毎回来てたのでブロックしなかったんだよ。 で今日さ俺野球もさ今日いい感じで解説できてたじゃんお前空気読めえよこの野郎って一寛さんお茶店ありがとうお前の出番はないんだよ今日はって感じうんペン本当にありがとうどうせ AV なくしてすぐに切るやつでしょどうかなわかんねえけどうん でも今日の野球解説は「えー、またやんの俺もう2時間やってんだよお前」「竹ちゃんありがとうー決まったあらす」いやもう2試合はいらねえだろっつうのぜひお願いして お前らは暇かあの根っつけの解説を聞いときなさい佐野の解説じゃなくて。でてて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 て でもよ野球はさ解説でさあの見てるとさ面白いだろ。たけちゃんいや今回はあれだよ下関次また分かんねえぞ行っちゃうかもよ。ああガチで。 いいいやワールドカップはいいのジャッキー俺ワールドカップ中継もやったけどあれもうみんながさ大爆笑でさ「またやれまたやれ」でさ「あいやまだわかんねえな,いなこの4校だったらあこの4校っていうかまだ3校決まってるだけだからあのね 俺サッカーやったことないよ俺にサッカーのあのワールドカップ配信やらせたじゃんお前らでびっちりハマったじゃん言った通りの展開になってるわけじゃん何なんだの俺は大体どうこうなるだろうなっていうのはあるんだよ うん、まあまあカタール大会っていうか、うん、ただ気温がな高いからな。で今回は若手中心だからうんで俺はね俺大好きなね日本代表吉田麻也もう俺大好きなんだよ。 あいつはね献身的なの分かるこれチームのためにねあいつは頑張ってんな地味だけどああ俺は好きだなあの選手はうんたまにそうそうなんだよたまにやらかすんだよ だから愛嬌はあるんだよビヨンスよ。ああ。いや吉田麻也は、うん、俺は好きだな。うん。エースストライカーとかさミッドフィルダーでどうのこうのなんていうのよりもやっぱバックスはいいね。そうよ。 コーラの時とか上がってきてヘッドも得意だしなうんそうよ得点もうできんのようん富安うんあのー、あれちびっこいのなんだっけヨーロッパ行ったやつ あれはちょっとあ久保秀うんあれはもう先発で使うべきだと思うよあれなんでさ頭から使わねえのかなツートップでいきゃいいじゃん右と左で。 それか、ミッドフィルダーを久保にやらせてトップ冨、うん、安でいいんじゃんいいパス出すで出しどころは得意中の得意だからああえっ、ー、と俺サッカー嫌いで何にも知らないですけどね あトップとみやつじゃなくてディフェンダーでいいんだけどあのトップ誰だっけあのほらあの T シャツになってるやつごめんごめん間違えた頭の中であれ名前が出てこねえあいつうん <laughs> ワントップでいいんじゃねえのうん。 うんどうだろうまあこれワントップだったら誰なのっていやお前らさ野球より絶対さサッカーの方が好きなんだろ ルルール知ってるじあの自分の前にいる選手にあのボール蹴ったらオフサイド、はい、そのぐらい、うん、ワールドカップは見るよって時間にもよるかなうんおいゆん 佐野さんサッカーまでうんちくたれるんだそれはさ過去のワールドカップで俺がワールドカップ配信をした時のハマり具合がすごかったからああニコ生で何を言ってるか分かんないああ分かってないのねニコ生見てなかったんだおい ねね、うん大体ニコ生の頃はワールドカップ配信はといえばネルだったんでそこにいやネルがやるからなってエンドしてたんだけど佐野もやれって言って。 圧倒的に俺の方が人数来たからなジャッキー懐かしいだろ佐野の解説の方が面白えやっつってああおいかっちゃんいらっしゃい安いお茶店ありがとうだやれらやれんじゃんとか言われてどうなる、うんあおもうルールとかそんな関係ないんだようん なルールは関係ないの。わかるね面白いか面白くないかだろお前ら。だってよ、じゃあよ、配信でルール守ってる配信者なんかいねえだろ。なルールなんかいらないんだよ。面白いか面白くないかなんだよ。バカがよ。クソがよ。 何がルールだよこの野郎母ちゃんありがとうお茶店ルールなんか知らなくても解説できんだよああルールは審判が分かってりゃいいんだよああクソがそぼろブロックですさよなら二度と来んなこの野郎はいお芋 ブロックです。さよなら新しいアカウント作ってきて下さいこのままじゃ年内100切るなそうだな今俺ブロック100人ぐらいいるからな切っても平気です残ってる人は残ってますからやっぱり佐野だなっていう人はい,いてくれるんでありがたいです氷入れてきます 寝ててもよ500人も600人も来るやつもいるからな。